はいどうも、ジュウです。ニュースーパーマリオブラザーズ2、パート19やっていきましょう。さあ、前回の続きからと言いたいところなんですが、今回は各ワールドにあるレインボーのコースをやっていきたいと思います。そう、レインボーのコース、どうやって出現させるのかご存知でしょうか。俺、各ワールドにちゃんとした条件があるんですけど、どうやら下2桁が条件みたいです。前回の最後にもやりましたが、数字ワールドだったら、下2桁が、その数字にと同じようにしないといけない。例えば、ワールド1だったら、下2桁が1にならないといけないし、例えば、ワールド2だったら、下2桁が2にならないといけないと。つまり、22ですね。ちなみに、ワールドキノコとワールドフラワーとワールドスターは、ちょっとね、特殊なんですよ。ワールドキノコは、なんだっけ、下2桁が7、フラワーは8、そしてスターは9にしないといけないんですよ。ということで、今回は全部、この条件を解放しておいたので、今回はそのワールドにあるレインボーコースを全部やっていきたいと思います。はい、ということで、これね、ちゃんと違うものがあるんですよ。はい、まずはワールド1のレインボー。これ一度やっちゃうとこれまた通常に戻ってしまうのであれなんですけれども、これちゃんとワールドごとに違うんだよね、実は。はい、ということで、はい、来ました。ちなみにワールド1はこんな感じです。はい、10コイン、待て、お、30コイン、あー、やべ、落ちた。 OK、 100コインゲット、いいよ。OK、 50コインゲット。はい、50コイン。10コイン。ここ。OK、100コインゲット。で、落ちたら終わりなんだよね。はい。合計382コイン集まりました。はい。これで終わりです。とりあえず最初500機まで貯めておいたので、どれぐらい残機アップするのか皆さんも見ておいてください。はい、次はワールド2のレインボー。ワールド2は何だろうか。あ、ここもちゃんと一応登れるんだね。はい、土管をくぐってレッツゴー。おお、またなんか違うね。おお、やばいな、これ。いけ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 。おお、ちゃんとルート上にあるね、これ。オッケー、100コインゲット。お、これはちゃんと、あれがあるな。オッケー。7枚、8枚くぐる、オッケー。お、ゴールドフラワーだ。ゴールドフラワーストックが来ました。いけ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 。219コイン稼ぎました。はい。右上を見たら、ちゃんとゴールドフラワーがストックされていますね。はい、次はワールド3のレインボー。ワールド3のレインボーは、確かあれだったんだったかな。まあ全部俺、あんまりやったことないのでわからないんですが、これ全部限定ステージだからね、これ。またリフト系か。ここ、OK、50コインゲット。これどうや、これ、当てやすくなったよね。はい、10コイン。で、これまた10コイン。OK、100コインゲット。OK、50コイン。OK、OK、OK、30コイン。あー、10コイン。やばいな、これ。OK。こうやって、最後はこうやって落ちていく。367コイン。でも、こうやってうまくいけるのも大事な、あれだね。はい、次はワールド4ですね。ちょっとここで尻尾に変身しておいたので、じゃあこれでやっていきたいと思います。おお、この時点でコインが出てくるんだな。では、どこに取ったんだ、俺今。こう来て、発射。はい。またステージを進む型だ。おわーい。すげえな、これ。いいよ、これ。すごいね、これ。わあ。もう、これはまさにコインパラダイスみたいな感じだ。OK、100コインゲット。
はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ゴールドフラワーストックゲット。はい、もうちょっとコインがあるはずだよ。OK。あ、こっから飛び降りないといけない。いけ。288コイン。でもなんとかうまく稼げた方なんじゃないでしょうか。でも1000万までは結構遠いんだよね。はい、次はワールド5。ここら辺意外と最初なんかあった気がするけど、いやそんなことないか。はい、またリフト型だ。本当に奇数と偶数って違う、分かれてんのか、ひょっとして。まあこれ2人でやったらその分効率も良さそうだけどね。これコイン1枚分が2枚分になるし、だってそもそもね作業効率も上がるから。はい、100コインゲット。100コインも絶対出てくるんだよな。はい、100コインゲット。おーすごいね。けあー401コイン。これは結構いい方なんじゃない。もうこれだけで16機も稼げてる。はい、次はワールド6。ワールド6は、わあ、最初は火山でも、こうすれば、はい。またあっという間にレインボーになりましたとさ。わあ、今度はキノコ？おお、すげえ。いいけど、わあ、結構回ってるね、これ。わあ、すげえ。オッケー、あー、くそ。100コイン取れなかった。で、はい。やったね。OK、こうやって、落ちな、浮遊しながら落ちる。はい。158。100コイン取ってれば258だったかもしんない。いや、でもなんかうまいね。はい、次は、ワールドキノコ。ちなみにここは、下二桁を7にすればうまくいけます。はい。おお。最初からこういう演出あるんすか？はい。いけ。わあ、めちゃくちゃ回ってるね、これ。どういうことだ？ここ、あ、10コイン。いけ。わ、すげえ。わ、ここも赤コインあるんだ。はい。ゴールドフラワーゲット。ちなみにここ、アイテムストックが使えないんだよね、実は。いけ。オッケー、100コインゲット。あ、これで256でしたね、これ。あ、でもなんだかんだうまい感じ。はい、次はワールドフラワーですね。じゃあ、頑張りますか。まあ、別に頑張るまでもないんですが、はい、こう来ると、はい、よし。わあ、またこれか。ちなみにここは下二桁を8にすればできます。で、こう来て、けはい、こう来て、できれば高いところに行きたいんだよな。はい、100コインゲット。はい。これでゴールドフラワーのスタックゲット。お、すごいな、これ。頑張れ。いけ。合計264。これは結構いい方なんじゃないか。よし。次がラスト、ワールドスター。ワールドスターはなんだろう。わあ、なんかこれ見れただけでも結構新鮮。はいはい、わあ、スターの形だ。
わ、10コイン、10コインがめちゃくちゃ降ってくる。はい、100コインゲット。おお、100コインゲット。スターがめっちゃ回ってるし、しかも1、2、3、4、5、6、7、8。 OK。 けけ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 け。あ、これで終わりか。372。最後でも結構稼げるもんなんだね。はい、これで全部ですね。じゃあちょっとまた改めてになりますけど、じゃあまたもう一回出し方のおさらいをしたいと思います。ちなみにワールドスターは下2桁を9にすればね、うまくいきます。こう来て、でタイムが大きいと、まあ本当にあれなんだよね。まあワールで数字ワールドはその数字に合った下2桁、特別ワールドはまあ7か7や8や9でね、ちょっとまた違うものになるんですよ。なんで皆さんちゃんとそこのところはね、やりたいときはちゃんとね、頭を把握しておいて、おいてください。ちなみにね、こういうものもね、あるんだよ。ちなみにここの赤コインリングは、はい、山口くんです。はい、こうやって倒せます。ちなみに、はい、ワンアップゲット。ちなみにこのリンガブロックってこうなってるんだよね。ちゃんと壊せる仕様。はい、こう来て、はい、これでゴールすればまたこの音楽が鳴ります。そしてまたレインボーコースが遊べるようになりますから、ちゃんとここ9発上がります。そう、数字によりますからね。はい、まあこれね、またいちいち解放させるのちょっと面倒かもしれませんけど、ちゃんとね、そういうの頑張ってください皆さん。はい、ということで今回はレインボー、すべてのレインボーコースをやってみましたが、いかがだったでしょうか。まあこの辺もね、まあニューマリオ2ならではのね、特別なコースなので、ぜひ皆さんもね、やってみてください。よし、じゃあ次回こそこちらですね、ワールドスターの城やっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、ティックトコロフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。